はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画撮ろうと思います。ということで今日ね、潜在解放でサポートキャラがね、1,2,3,4,5,5人増えたのかな。なので、潜在解放キャラのね、ピックアップガチャ初回100のやつを引いたり、まあ潜在キャラちょっと見ていったりしようかなと思います。まあガチャは最後にしようと思うので、まあとりあえずねキャラ見ていきましょう。潜在解放キャラ追加ってことで、まあサンタケイコ、サンタユキナと、初期のね、なんだ、コト、ジュリ、ルカか、カルトの3人かな。この5人が、潜在解放来てますということですね。サポートだね、みんな。まあサンタボタンね、ちょっと来てほしかったけど、あれはそうだよね、あのこっちの2人のが先だったもんね、 1年目というか。だからまあそうだね、こっちが先だよね、来るならって感じかな。雪村恵子の、サンタ版、これがまず、揚力タイプで揚力値が上がったよということかな。そして、スキルが、ね、装備者が敵を倒した時から、味方が敵を倒した時に変更になって、発動条件が緩くなりました。そして効果も、潜在解放後 60% 発動率 100% で、覚醒クエストができれば、まあ、80%、味方が倒した時で 100% と、まあ覚醒クエストまでできればかなり強いけどって感じかな。で、潜在サポートスキルの1と2が、揚力余ダメージ増加か。心の場合 20% の揚力余ダメージ増加、ウェーブ開始時、覚醒後は 30% にアップ。で、2番目が、沈黙耐性アップの 50%、100% か。なるほどね。そうですか。で、次が、サンタユキナ。サンタユキナだね。これは継続回復だったんだけど、ちょっと使い道ないかな、みたいな。感じだったんですが、まぁ、ちょっと開いておいて、継続回復が、以前はウェーブ開始時から2ターンで、装備者含む縦1列に 20% だったのが、潜在解放すると、25% で3ターンか。んー、なんか、あんまりって感じがするけど、覚醒クエストまですると、味方全体に 40% 3ターンだから、覚醒クエスト3ができれば結構使えるかもって感じかな。だいぶ良くなるよね。良くなるっていうか、まあ、覚醒前と比べると、継続回復の回復量が倍になってる上に、1ターン長いから、まあかなりの回復量だし、しかも味方全体ということで、これ結構、覚醒クエスト3までできんなら鬱陶しそうだよね。ただまあ SSS にならないとそこまでの力を発揮できないってことかなと思うと、多くの人にとってはね、まあ微妙なのかなというとこかな。まあ無駄に被ってて SSS 持ってるんだよねって人からすれば強いかもしれん。で、次が、サポートスキル1が防御力アップか。防御力アップ、装備者が技の場合、43% の防御アップ、弱体効果がかかった時で、覚醒クエストすると 50% の防御アップに変わるよと。どっちもターンは2ターンか。なるほどね。技属性で耐久型のあれか、潜在ユースケとかにつけて前列に置くとかかな、使い方的には。で、毒耐性だね。これはなんかそこまで強くならなかった気がするな。あ、でもそうだよね。やっぱり攻撃寄りの防御タイプだから、潜在ユースケとかかな、使うなら。次、炎の実況者コトだけど、これがね、もともとはね、持ってて結構被ってるんだよ、俺。でも、ちょっと使いにくいなと思ってて、っていうのも、そう、潜在前の効果が、敵前列 33% 揚力ダメージ耐性ダウン、
で、付与率 80% の発動率 80% だから、まあ、6割ちょいの確率でしか条件を満たしても、付与できないという感じでね、ちょっとね、まあ、サポートスキルおまけで、ほとんどステータスの底上げだけかな、みたいな、キャラだったんですが、まあ、初期の頃はちょっと使ってたんだよね。よく被ってたから。だから多分ね、今 A とかなんだよね。違ったかな。まあ、そんな感じだったんですが、潜在解放すると、33% から 39% にアップ。そして、付与率、発動率がともに 100%。これがでかいよね。6割ぐらいでしか付与できなかった。まあ、8割、8割ね。と思うと、そこが 100% になってるだけでもかなり強化になるんじゃないかなって感じ。で、覚醒クエストクリア後は、敵前列から敵全体に範囲が広がるということで、これはね、覚醒できれば結構揚力タイプのチームにはいいんじゃないかな。まあ俺攻撃メインだからちょっとっていうのはあるけど。で、潜在サポートの方が、お、揚力アップ、防御力アップってことは、まあ、ここが2個上がるのって珍しくない？ああ、でもあれか。いつも1個上がるのはウェーブ開始時だからか。これは、15% 揚力防御力アップ2ターンで必殺技受けた時。なるほどね。で、覚醒クエストやると 15% から 25% にアップ。あ、これはなんか潜在サポートの方がなんか強みかもしれんな。装備者が必殺技を受けた時なら何度でも発動条件は多分満たせるので、それで揚力と防御力ね、揚力タイプのキャラでね、25% 乗せられるんだったら、なかなかいいんじゃない？で、毒耐性をつけられますよと。次が、誠実なる審判、ジュリ。こっちはね、琴の攻撃タイプ版って感じ、丸々。なので、多分ね、一緒じゃねえかな。そうだね、39% で、100% に変わりましたと。で、覚醒後は全体に 39% だよということで、効果自体は丸ごと一緒で、揚力タイプか攻撃タイプかっていう話だね。ってことは攻撃力アップ、防御力アップなんでしょう。そして必殺技受けた時で 15%、25%。 そうだね、まるっきり一緒だね。で、沈黙耐性か。これ羽倉とかにつけるのはありか？ありかな。で、最後が、結界知るか。こっちは、あ、攻撃力が、桁が違ってるな。1万超え。限界突破8、レベル最大、覚醒ランク SSS の数値ですってことだけど、まあ実際にはね、なんか総合力ボーナスとかが乗っちゃってるから、あ、乗っちゃってるっていうか、まあこれは乗ってないから、もっとね、高い数値にはなってるはずなんだよね。まあそれは置いといて、装備者に 43% の揚力ダメージ耐性アップがウェーブ開始時2ターンっていう効果だったのが、50% にアップしてターン数が3ターンに伸びたよと。で、覚醒クエストまで行けるなら、装備者を含む、味方横一列に範囲が広がるよと。そんなとこか。で、潜在サポート1が攻撃力アップ、陰属性の場合装備者に 43% の攻撃力アップ3ターン、装備者が弱体効果を受けた時。あ、これ潜在サポート1が強くない？強くないっていうか、まあ弱体効果受けた時だったら結構発動するし、覚醒後 50% か、3ターンあるから、これ結構いいな。っていうか、素のステータス高いから、攻撃力底上げだけでもかなり良さそうな気がする。一番ね、育ってないんだけどね、この中だと。で、最後が気絶耐性ということですね。なるほどね。まあ、ちょっとユキナはどうかなって感じだけど、他は結構強いんじゃないか？自分の今の手持ち状況だと、
あ、これで見た方が早いか。一応全員潜在解放可能ではあるか、まあコンペンが足りるかっていうのは別問題として、まあちょっと見てみよう。多分ね、このサンタユキナが一番ゲットが遅いから育ってない。25、まあ一応いける。ここはまあ花嫁ボタン使えばだけど、あんま使いたくないな。で、ここはまあ、ゆうすけ適当に使えばいいので、進化させ、潜在解放しやすいかな？次は、こっちか。サンタユキナ。サンタユキナは、まあ、できないことはない。クワバラ使いたくないな。プー使いたくないな。これちょっと、保留だな。ああ、こっちは緩い。なるほど。で、今回で言うとね、この二人はね、まだ、使える可能性があるなと思ってて、まあ、揚力パー組むんだったら、潜在させておきたいとこだよね、ことは。二番目が、あ、ここがちょっと嫌だな。三番目は多分、あ、いや、結構厳しい。トウヤ使っちゃうとな、トウヤ自身の潜在も、なるほど、ちょっと悩ましいね、これは。で、ジュリーはどうでしょう。ディーンになったばっかりだったもんね、そうだ。一応、あれか、こっちも使えばって感じだけど、2番目も厳しいな、結構。鈴木使いたくねー。なるほど。まあばあさんがいるから限界かトグロアニ使えばいいか最後は。なるほどね。で、最後がルカですが、ルカも F だからな。そして、魔界人魔界人は魔界人で使いたいからね。これはメインルカというか、メインルカを引き当てたら考えるかぐらいか。みんなコンペン3に関してはね、結構緩い条件なんだけど、必要コンペン2が結構厳しいね。でね、あれ？ちょっと待って、もう一回見るわ。ことはね、必要コンペン3もきつかったよね今。あ、そうだね、きついね。なるほど、じゃあちょっとこれ潜在すぐするかどうかっていうのは保留かな、この感じだと。はい、じゃあ、間違えた。ショップ開いちゃった。じゃあ最後に、このね、潜在解放キャラピックアップガチャ、初回の10連だけ引いて終わりにしますか。一応星5が出れば、この5体の中から誰か出ますよと。で、おまけで、潜在解放ガチャメダルがついてくるので、まあこれが10枚ついてくるんだったら、ね、貯めといてもいいし、今回使ってもいいし、今一応ね、20枚ぐらいね、潜在解放メダル溜まってるから、そうだね、まあ、誰か潜在解放するのにそれ使ってみてもいいかもしれんけど、まあ、とりあえず、引いてみましょう。いけ！どう？オーラがないな。これはちょっと、ダメっぽいな。ダメだね。はい。はい、収穫はなし。まあ、メダル10枚がね、コンペン10個と交換できると思えば、まあ、100で引ける分は、お得でしょうと、毎度のことながら。とりあえず、潜在メダル受け取って、ちょっとショップ見てみると、そうだね、30枚。この前もね、一応メダルだけもらって、保留にしとこうとか言ってね、引いてて、30枚だから1回分ぐらいはもう溜まってるね。ただ、今回誰か交換するかっていうと、やっぱりこれもキープかな。うん。
そうだね。まあちょっとね、他のコンペンとかとも相談しながらね、潜在解放、まあ裏でさせて、使うときはね、動画また撮ってみたいかなと思います。ということで、まあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ほい。